さあ、変わってはちょっとほっとする話題に行きましょうかね。はい、ほっとできるならスイーツだと思います。ね、あ、いいですね。ウキウキするような美しい、そんなスイーツはいかがでしょうか。宝石のようにキラキラと輝くフルーツたっぷりのスイーツに、パインやキウイなどを使った虹色のケーキなど、この夏おうちの食卓を華やかにしてくれるフルーツを使った映えスイーツが登場しているんです。すごい、こんなのありですか。旬の果実を丸ごと乗せた夏限定の贅沢な一品に、毎日完売するほどの人気でした。完売必至、果物好きにはたまらない今大流行しているあのスイーツの進化版を発見。今日はお家でも楽しめるフルーツが主役の映えスイーツをご紹介します。まずはこちら、西区山手にやってきました。フルーツを贅沢に使った映えスイーツのあるお店がこちらです。さあ、一体どんなスイーツなんでしょうか。やってきたのは去年10月オープン、テイクアウト専門店のスイーツ店、木陰です。ここは中央区にある人気のパフェ店、路地裏カフェの姉妹店。お店の看板商品はフルーツを使ってお花をかたどったパンケーキサンド。デパートの催事で1日800個も売れた大人気商品です。こちらのお店で出していらっしゃるフルーツを使った映えスイーツ、テイクアウトができるということでスタジオに届けたいなって思うんですが、教えていただいてもよろしいですか。はい、正直食べにくいんですがよろしいでしょうか。食べにくいんですか。はい、ちょ、逆に気になります。お願いします。はい、ではご用意いたします。はい、食べにくいという言葉が少々引っかかりますが、早速フルーツを使った映えスイーツの登場です。お待たせいたしました。失礼いたします。ありがとうございます。ん、普通だけどね。ちょっと待ってください、これ。もしかして、桃ですか、これは。桃が丸ごと入ってあります。丸ごと1個？もう生地からはみ出すほどのボリューム。旬の桃を丸ごと1個くるんだ贅沢なクレープです。お二人も驚いていらっしゃいますが、いかがですか。まさかこうくるとは、なんか生クリームがすごいとか、そういう話だと思ったんですけど。確かにこれどうやって食べたら、もうかぶりつくしかないですよ ね。そうなんです。低温でじっくり焼き上げたクレープ生地は外側がサクサク、中はもちもちの食感が特徴です。さらにクレープの中にもこだわりが隠されていました。中にギーというバターを使っておりまして、不純物を取り除いたバターなので健康にもとてもいいので、あとは桃のジャムを、生の桃から作ったジャムを使っております。お店手作りの桃のジャムとさっぱりとした生クリームが相性抜群。最後にドーンと丸ごと1個桃を乗せたら映えスイーツの完成です。乗せすぎだ。丸ごと1個ってどうやって食べたらいいんですか。そのまま思い切りかぶりついてください。やっぱり。じゃあちょっと行くしかないんだ。丸ごと1個使った桃のクレープ、スタジオにしっかりお届けします。お願いいたします。ということで福永さん、もう迷わずかぶりついちゃってください。これは私がということですね。いや、嬉しい。もうね、福永調べではおじさんは桃が好きっていうね。福永さん桃大好きですもん ね。ただ皆さん、あれですよ、今お話あった通り食べにくいんですから、私が綺麗に食べられなくても怒んないでください。これすごい、すごいです。もうずっしり重いもん、大迫力。じゃあ桃も一つが本当にしっかりした大きさですね。そうなんですよ、食べにくいっても嬉しい悲鳴ですよね。もう無邪気にかぶりつくっていう。桃が甘い。あ、でも桃でも結構こうしっかりとした食感があってね、でも他のこの甘みにも負けてないですね。この丸ごと1個の桃を食べた後も桃のジャムも入ってるので、もう存分に堪能することができます。これはね、お腹いっぱいになると思いますよ、これ。はい、さあ、桃を使ったスイーツはこれだけじゃないんです、お店で人気のふわふわなパンケーキの上にも、なんと桃を丸ごと1個乗せちゃいます。その名もパンケーキ桃の王様。ふ
わふわな生地の食感、そしてみずみずしい桃、この両方が楽しめます。桃の中には手作りのカスタードクリームがたっぷり詰まっています。中に入ってるんですね。そうなんです、ぎっしり。さらにこんな映えスイーツも見つけました。いや、もうショーケースにたくさん種類ありますよね。はい、もう今流行りのマリトッツォ、これもいろんな味があって、もう色とりどりですし、イタリアのお菓子だ。あと先ほどご紹介したこのパンケーキ、桃の王様で、その隣にあるもの、私すごい気になるんですが、断面が虹みたいですね。はい、今写真映えするということで若い世代に再びブレイクしているミルクレープ、木陰ではたっぷりのフルーツを挟んでいます。これは美しい。全部でイチゴとバナナとオレンジとハニーグローというパインとキウイを使っております。5種類、はい、もう見た目もインスタ映えというか。そうですね、写真映えしますよね、これは。はい、いかがでしたか。いや、なんかちょっとこうモザイク画みたいな感じになってますこれね。まず眺めたくなるスイーツですね。まさにこれが映えスイーツです ね。見ても食べても楽しいという、まあ、食べてもこれ十分、こんなに果物入ったら美味しいでしょ、いろんな味が楽しめそうですね。さあ、フルーツを使った映えスイーツはもうこれだけではないんです。続いては老舗のホテルが作る完売必至のスイーツをご紹介します。もちろんお持ち帰りもできますよ。すごい、こんなのありですか。なんと桃を丸ごと1個乗せた贅沢なクレープなど、この夏お家の食卓を華やかにしてくれる果物を使った映えスイーツが続々と登場しているんです。今日はお家でも楽しめるフルーツが主役の映えスイーツをご紹介します。まずは今人気のフルーツサンド、パンにたっぷりのクリームと果物を挟んだ映えスイーツの代表。実はフルーツサンドが今進化を始めているんです。場所は札幌グランドホテルにあるザ・ベーカリー&ペーストリー。累計2万個売れているイタリア発祥のマリトッツォや旬のフルーツを使ったスイーツが勢ぞろいしています。中でもこの夏大人気だというフルーツサンドの進化版が、発売当初は毎日完売するほどの人気でした。今流行りのフルーツサンドをグランドホテル流にアレンジしてやってみました。突然ですがここで問題です。札幌グランドホテルの進化版フルーツサンドとは一体どんな形でしょうか。1、パンでフルーツを巻く。2、パンでフルーツを包む。3、パンの上にフルーツを乗せる。お二人お考えください。パンでフルーツを巻く。これ当たったら食べられるんですか。どうでしょう。どうしよう。あ、答えてない。正解はパンの上にフルーツを乗せています。うわ、なんとサンドなのに挟みません。パンの上にフルーツを乗せるんです。綺麗だね。本当にケーキのように美しいですよね。色鮮やかです。うちのはオープンにすることで、まあ、見た目の美しさと、まあ、食べやすさがあるので、インスタグラムにも結構アップされている方もいます。進化系フルーツサンドは2種類の味が販売されています。中でも人気なのはこちらのいちご。この中には北海道産のあんこが使われています。あんこと生クリームの絶妙な組み合わせが病みつきになっちゃいます。そしていろいろと呼ばれるこちらはオレンジ、キウイ、ブルーベリーなど5種類のフルーツを隙間なく敷き詰めて大胆に2等分に最後にカットします。本当にいろいろなフルーツが載ってます。これはウキウキしますね。もう食べるところによってさまざまなフルーツの甘みや酸味を感じられます。見た目のインパクトと、まあ、食べるときに食べやすいっていうのが一番の理由です。はい、結構あっさりしてるのでペロッと全部食べちゃえると思います。はい、明日からは北海道産のマンゴーを使った贅沢なフルーツサンドを販売予定です。気になる方はぜひチェックしてみてください。さあ、お二人クイズ正解とはなりませんでしたが、特別に今回はこのフルーツサンドいろいろを福
永さん、そしていちごを村雨さん、食べてみてください。いただけるんですね。ありがとうございます。いただきます。いやー、本当ですか、サンドしてないんです ね。でもまあサンドイッチだから一応 手でこうね、いただきます。いただきます。表面にフルーツが出ていますから、本当インパクトがありますよね。なんかね、フルーツの押し花って感じ。綺麗ですよね。綺麗だわ。いただきます。どこから食べればいいんだ、私の場合。いろいろ乗ってますからね、福永さんの方は。おいしい。ちょっともうケーキのような味わいですよね。下はやっぱりパンですから食べ応えがあって、であの私がいただいたの、いちごの酸味と中のあんこの甘さがまたよく合います。はい、私の方もこのフルーツの酸味とか甘みとね、あとクリームがそこまで重くないんで、シェフもおっしゃってましたけど、やっぱこれペロッといけますよ。はい、見た目も味も贅沢なフルーツサンド。さあ、この次は果物を使った新感覚ソフトクリームの登場です。見てください、このカラフルな飾り付け。写真パシャパシャパシャって撮りたくなるぐらい可愛い。わ香川県の伝統のお菓子、おいりが乗ったソフトクリーム。おいりとはあられの一種で、軽いサクサク食感が癖になる一品です。場所は地下鉄北24条駅から徒歩1分のカラメル雑貨店。レモンが乗った夏らしい塩レモンソフトクリームなど、アイデア豊かなソフトクリームが人気のお店です。さっぱりしてそうですね。本当に酸味が効いていて爽やかでした。中でも今 SNS で話題のフルーツを使った写真映えするメニューがあるんです。新感覚の映えソフトクリームがあると聞いたんですけれども、はい、そちらをお願いしてもよろしいですか。はい、かしこまりました。少々お待ちください。それではご覧いただきましょう。フルーツを使った新感覚ソフトクリーム、作り方から驚きです。ソフトクリームといえばコーンに乗せるのが普通ですが、店長が持ったのはコーンではなく、なんとバナナです。どうすんのどうすんの。そのバナナを半分切り落として、上にスポンジと棒状のお菓子を乗せていきます。そして、信じられない、バナナにソフトクリームですか。乗るんですね。そもそもバナナ味のソフトクリームに最後はチョコレートをかけて完成。はい、どうぞ。ありがとうございます。よくお考えになるわ。何これ、本当にもう新感覚。これ持つのが怖いです。本当にバナナ、コーンじゃなくてバナナです。バナナからソフトクリームが出てきたようですよね。今までこんな奇想天外なスイーツがあったでしょうか。いただきます。バナナのソフトクリーム、チョコソースかかってるのでチョコバナナみたいな感じです。本当に私持ってるのバナナなので、今バナナを食べてるのかソフトクリームを食べてるのか、だんだん分からなくなってきました。どっちなんだろうみたいな。面白い、本当にまさに新感覚です。これソフトクリームを食べた後はもちろん皮を剥いてバナナを食べることができますので、美味しさを2度楽しむことができます。お二人いかがでしたか。いや、最後のこれはもうね、言っちゃいけないと思いますけど、そんな、ああ言っちゃいます。滑りますよ。じゃあ言わない、やめてください。ぐらい驚いちゃう、ぐらい驚いちゃう。そうですよね。発想がすごいですね。いや、そうですね。本当にまさに新感覚スイーツでした。本当におうち時間の気分も一気に華やかになると思いますので、こうフルーツを使った映えスイーツで食卓華やかに彩ってみてほしいなと思います。とりあえず写真撮ってちょっと人に見せたくなるっていう ね。その後味わうっていうね。そうですね。本当にこう見栄えも進化してますよね。